ぐーたらずって知ってる？すみません。知らんのかい。聞き取れませんでした。違う言い方でもう一度お願いします。違う言い方？当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道、無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。スマートウォッチ。今回はね、案件をいただきまして、先日からちょっとね、R氏にいただいたスマートウォッチ等をちょっと興味がありまして、最近触り始めております。 Apple Watch は高いもんで、なんとこれめちゃくちゃ安いです。めちゃくちゃ安いんだよね。パッと見もアップルウォッチっぽいっていうね。はあ。通知機能、これね、喋れるらしいんですよ。喋れるらしいんです。はあ。前回ね、ご紹介したのは、もらったやつは喋れなかったもんで、なんとピンクを買ったっていうね。ファンクションボタン、ロングプレスボタン、これを長押しすると、このピンク、なんでピンクにしたかっていうね。これはほらピンクゴールドだったんだよね、ここがね。もう一個はほら黒だから、ピンクゴールドの方がいいでしょ。どっちみちおそらくカスタムするから、カスタムした時にこの黒よりもこのピンクゴールドの方がいいんじゃねえかと思って、だからね、あえてピンクにしたんだよね。充電はやっぱりこうだね、うん、これ楽ちんでいいな。ダウンロードザベリーフィットアプリは、うん、あるある。まずは動機だな。まずは動機みたいなこと書いてるな。アプリストア、Google Play から下の QR コードをスキャンして、まずこれだね。ちょっとまずいろいろな準備があるもんだ。あるもんだって。あるんだな。iOS。iOS だから。ベリーフィット、運動をして健康を維持しましょう。もう早速ベルトを変えることを考えてるからね。20ミリぐらいか。20ミリ ?20 ミリ ?20 ミリ ?19.5 だって。なんだそれ。19.5。ここ19.5だ。19ミリのベルトしかダメじゃん、これ。ヘルスケア、ベリーフィットに書く。全部いいんだよな。すべてオンにする。許可、使用の開始。どうする。デバイスを検索。お、1個のデバイスが見つかりました。デバイスを取り出し充電して起動させ、スマートフォンに近く置きます。置いてます。これですか。ペアリング、来る。あと生年月日、
月までだね、月までの表示です。高さ182と、重量52キロと。次のステップできたんだけど、できたんだけど、登記できたんだけど、ウォッチを正しく装着してください。ちょっと待って、なんでピンクにした、お主。はい、 OK。 でアレクサの登録方法、アレクサね、登録したんだよね、これを買ったと思って。アレクサ、ネットワークへの接続がうまくいきませんでした、はい、後でもう一度、はい、これ系のやっぱ設定がやっぱむずいよな。来た、アレクサ、元気ですか？今日の天気は？ Sorry, I don't know that one. What? なんで英語なの？英語やめて。Eagles are large birds of prey which lives in Africa as well as in many other places in the world. Eagles hunt during the day and have very good eyesight. なんで？あったあった、音声言語を、音声ベリーフィットデバイス、あの、そう、ベリーフィットアレクサ、あ、来た来た来た、ここで設定するんだ。アレクサ、アレクサ、長押しなんだやっぱ。グータラズって知ってる？すみません、知らんのかい。聞き取れませんでした。違う言い方でもう一度お願いします。違う言い方？ぐたらず知ってますか？すみません、よく聞き取れませんでした。もう一度違う言い方で質問してみてください。アレクサ、頭いいね。ありがとうございます。そこは読めてもらえて嬉しいです。いや、面白いな。着信音の設定あるじゃん。チンチンにするか、チンチン。お、来た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 。おい、聞こえますか？聞こえます。いた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 。もしもし。もしもし。あ、聞こえる。これめっちゃ便利だね。これ便利だわ。あれ？いけますか？あ、いける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 。超えるじゃん。ストレス、いや、ストレスあれだね、結構かかってるね。ランニングなんかしてねえからな。青森市やマイナス、あー、めちゃくちゃいいじゃん、面白い。いやー、面白いな。他には健康データ、あ、5キロカロリーしかあれしてませんと。はあ、心拍数、血中濃度、まあまあ例によってカスタムしましょう。 OK。
92発風邪気味だからな。お、来た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 、来るじゃん来るじゃん来るじゃん。まあいいか。ということで今日ねいただいた案件ですね、ファノノンのスマートウォッチ、あのね URL リンク載せておきます。 Amazon でめちゃ安かったんだよね、5000以下で買える、5000以下で買えるんだよ、5000以下で買えるし、まあねスマートウォッチ嫌いですけど、時計好きとしてはスマートウォッチ、ウォッチがつくものは何でもチャレンジしなきゃということで、せっかくねこうたまたまいただいた案件ですし、お仕事ですし、このピンクこいつねカスタムしていきましょう。なんかこうケースとかあるのかなと思って、ちょっとねこのピンクはねえだろう、ここのピンクはいいんだけど、ピンクゴールドでね、ちょっとカスタムしていきたいなと思います。ちょっといろんなパーツを探してね、次回はまあ案件じゃないですけど、この時計をカスタムしていくことをちょっと考えてみましょう。これなんかこう嫌だしな、これちょっとカスタムしていくことを考えます。うん、いや設定はやっぱり難しいね。でもまあこれで喋れるし、これで喋れるし、まあいいよな、あいいな、なんかほんとこうあれだな、カスタムだな、やはりさすがにピンク、なんでピンク買ったんだ俺。ということで今日は案件をいただきましてありがとうございます。スマートウォッチですね、ファノノンっていうのかな、5000円以下で買えるんだよね、うん、めちゃくちゃ安い、使ってみると便利ですね、すげえ便利です。これで喋れます、喋れます、これで喋れるのはいいなと思って、以前あのね R 氏からいただいたやつもうあれはねこれで喋れないのかな、喋れんのかな、あれ詳しくやってないんですけど、でまあこちらはいただいた案件ですので、あでこれでこう喋れるんですよね、喋れるから、まああとねめちゃくちゃ軽い、めちゃくちゃ軽いんだよめちゃくちゃ軽いなと思って、仕事とかね、あの防水もあるんでしょう、普通あるよな、だからもう仕事とかまあ全然こう苦にならない重さだからね、めちゃくちゃ軽いのこれ、アプローチってもうちょっと重たいじゃん、これめちゃくちゃ軽いんだよこれ、軽いからねこれ仕事で、いや外作業とかの時にいいかなと思って、でまあやっぱりスマートウォッチそんな好きじゃないんだけど、やはりウォッチつくものは時計好きとしてはいや、いろいろやらなきゃダメじゃないですか。なのでね、せっかくいただいた案件、いや嬉しいですね、案件をいただいて、これを機会にちょっとね、あのやってみようと思って、スマートウォッチ作業中どうしてもこうやってここで作業してますから、こういった作業中の時にいちいち、まあ、携帯見るよりこれを見れればっていうのもありますからね、かなり便利かなと思って、で、まあ、星の数ほどあるチャンネルから、ね、こうやって俺を選んでいただいて、ありがたいね、本当にありがたい。だからこうきちっとこうね案件を向き合っていこうという姿勢でございます。次回これね、なんでピンク買ったって話を。なんでピンク買ったの。これは購入したんですよ。俺は購入したんですけど、なんでピンク買ったのよって話をね。いやこう黒とピンクがあって、ここはねピンクゴールドなんですよ。周りがこっちの方がいいじゃんと思って、ピンクゴールド豪華に見えるし、絶対こっちだろうと思って。なので次回はこれをベルトを変えてみます。ベルトのこのラグの幅っていうのかな、ちょっとね特殊、やっぱりこのこれ専用なんだろうね、 19.5 っていう幅でさ、ちょっとなんか特殊な幅で、ここのほらちょっと特殊な幅なんだよね、でこのベルトのところもこうなんていうのかな、ラグがこうきちっとこう収まるようになってるんだけど、ちょっとこのピンクのベルトは嫌なので、ちょっと次回はこれをこうカスタムしていこうかなと思って。
せっかくまあ安く買えるもんだからいろいろこうカスタムしてね楽しんでいこうかなと思ってます。このケースの周りなんかあんのかな、ケースのこの周り、うん、この多分ケースはこうプラスチックなんだろうね。ここはあれかな、ガラスかな。でもね、いろいろなこのフェイスがやっぱり見えて、やっぱりこのほら運動してるする時とかいいだろうね、防水が効いてるだったりとか、あとサイクリングチャリンコ乗る時とかね、まあこっちは冬で雪だからまだできないけど、そういった時に多分ねいいなと思います。これで喋れるってやっぱ一番いいよ。これで喋れるのが一番だね。アレクサとも喋れますし面白かったなあれ、意外と面白いね。いやちょっとじゃあ次回はね、せっかくいただいた案件なんですけど、次回はまあ案件じゃないです、勝手に俺はこれをカスタムしていきたいと思います。どうやってカスタムするか、まあまずベルトでしょうけど、ベルトだけどね、どうやってなんかカスタムしていきたいな、ちょっと変わった感じにできればなと思ってるんだけど、まあ、そんなにねバッと変えることも多分できないよね。ケースなんかは掘れたりできるのかな。まあ本当に安いんですよ、5000円以下で買えるので、まあ本当にガンガンに使える、いろんなことにまあ使えるかなと思って、ちょっといただいたのをご紹介してみました。このね、購入先はリンク貼っておきますので、そちらぜひご覧ください。ということで今日はいただいた案件をご紹介、そして次回のこのピンクイベルトピンクイベルトこれどうにかしたいな、本当にピンクやめたいな。ピンクでもいいか、どうせならこうどぎついなんかベルトにしたよね、ちょっとなんか変わったベルトをちょっとね探してみて、次回ねこのスマートウォッチをまたまたカスタムしていきたいと思いますんで、次回はまた楽しみにしておいてください。ということで今日はね、いただいた案件のご紹介、ファノノンのスマートウォッチをご紹介してみました。リンク貼っておきますので、気になる方ぜひそちらをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。アレクサ、グータラズって知ってる？最後に聞いてみるから。わかりませんでした。すみません。